坂口は、実は、私安流芸能界引退しましたと報告。いろいろありましたが、普通の女の子に戻りたくて決めた、答えですと引退する理由を説明し、15.16歳から26歳まで芸能界にいて、もうやりきりました。未練はありませんときっぱり。今後について、私は今、キャバ嬢として頑張ってやっていきたいです。そのうち素てな人が現れて、 結婚もしたいと思ってますと結婚願望も綴った坂口お世話になったすべてのスタッフさん会社の方々を応援してくださった方々には感謝しきれませんこれからは普通の女の子としてやっていくのでそっと見守って頑張らせてくださいよろしくお願いしますと感謝し実筆のありがとうございましたという写真を投稿した坂口は2008年に芸能界をスタートさせ タレントとして、バラエティ番組などで活躍。その後、昨年10月に、アンリ名義で、セクシー女優に転身していた。マダルプレス編集部コメント全文実は、私アンリ芸能界引退しました。いろいろありましたが、普通の女の子に戻りたくて決めた。答えです15.16歳から26歳まで、芸能界にいて、もうやりきりました。未練はありません。 私は今、キャバ嬢として頑張ってやっていきたいです。そのうち素敵な人が現れて、結婚もしたいと思ってます。お世話になったすべてのスタッフさん、会社の方々、応援してくださった方々には感謝しきれません。これからは普通の女の子としてやっていくので、そっと見守って、頑張らせてください。よろしくお願いします。ノットスポーンスアート記事。